中ほど長寿です、ヤンバルアートフェスティバル総合ディレクターを務めています、私の普段の活動っていうのはシール撮影をしたり動画を撮影したりで、よく西表島に行ってそこで自然を撮ったり人を撮ったりしています。で今回の展示はタイトルがスベル、スベルっていうのは琉球古来の用語で生まれ変わるスベル、スディングっていう再生するっていう意味が入っています。で眉を例えて作ってるんですが、その発泡スチロールは真ん中であって、それが、発泡スチロールっていうのはもう一生というか何百年経っても消えない。それを始まるっていうのは老樹って書いて溶かす木、それをどうにか融合させて自然を再生させるっていう意味で作っています。今回のヤンバルは本当に天候に恵まれてて、制作期間が本当に晴天、毎年やってるんですけど、台風みたいな嵐の日もあるし寒い日もある。でも今回のヤンバルはなんか過ごしやすいっていうか、最高の天気になりました。どうぞ皆さんお越しください。